ご紹介します。大丈夫でしょうか。はい、ジェットフィンガー横関さんです。はい。ようこそ。横関さんと自分はですね、長い付き合いなんですよ、実は。その昔、1980割と前半の頃、2年とか3年とか4年とか、横関さんは本庄美佐子バンドのギタリストだったんですよね。そうです。ね。で、たまたま、自分が本庄美佐子さんの CD に、キーボードで参加したっていうのもあって、本庄美佐子さんがあれはなんか CD、レコードデビューのライブだったのか、なんかの記念のライブだったのか忘れたけれども、あの事務所の方からキーボードをあのライブで一回弾きませんかみたいな話をされた時に、ああやるやる、レコーディングもしたしやってみますっていう話をした時に行ったら、横関さんがそこでギターを弾いていたんです。それが出会いですよね。そうですね。あの頃はいろんなそういう本庄美佐子さんビーイングですけれども、はい、ビーイング関係のアーティストのギターを弾いていたんですか。いや、全然まだもうあの時は、うん、アマチュアですね、ま、あ、そうなんですか。で、本庄美佐子ちゃんのやつがもう初めて。あ、そうなんですね。デッサンってやった時はもうそれが本当に最初の頃、最初の頃だったんですね、はい、あのあと何年もずっと、いや、それですぐデビューしたんで自分が、だからなるほど、あれがあれからちょっとぐらい半年くらい、あ、そうなんですか、うん、83年ぐらいとかにデビューして、はい、本庄美佐子さんからは離れたんですね。そうです。あ、てか事務所も変わったんでそこで。あ、そうなんですか。そうなんです。あれね、覚えてる、あの記憶をたどってたんですけど、今回ね、横関さん来てくれるって言うんでその話は最初に思い出してんけど、あれって新宿ロフトでしたよね。そうです、そうです。そう、それもね、昔の新宿ロフトなんですよ。あの新宿西口にあった時のね。そうですね、まあ、うん、そう、すごい懐かしい。今は主にはまあまあ他にもいろいろしてるんでしょうけど、スラットバンクスの活動もあり。そうですね。うん。あと自慢できる活動なんですか。自慢できるのは楽しいのはやっぱり今、うん、あの楽しいのはラウドレスの新原さんと、はい、山下さんと、はいはい、ね、江川さんも一緒にやって、一緒にあの岡山 で、あのジョイントしたんですよね、ライブね、岡山のライブハウスの企画の、あれはなんていうプロジェクトの名前でしたっけ。あれは、うん、一応ロックジャムナイトビーストかなとか、なんか一応あるんですけど、うんうん、でもあれはあんまり、それは後からなんかそうなった感じで、本人たちはあんまりそういうあれもなく、ただセッションしようっていう、うん、あの新原さんとバー君で飲んでて、うん、でたまたまセッションしようっていうだけの話だったんで、そんなにバンドっぽくこう大げさなあれでもない感じで、特にバンド名がそんなフューチャーされてるわけでもない。だから俺もなんか T シャツ作った時に、うん、なんかそのナイトビーストとか入ってるから、うんうん、あ、これバンド名なのか、だから今までちょっと、うん、バンド名なのか、うん、どうなんだろう、じゃあ個人の名前でやってるみたいな感じ。まあ個人の名前、そうですね、主に山下、俺は新原さんバンドって呼んで、新原さんバンドって
七拍子の曲をやってみましょうか。はい、はい、では弾いてみます。We'll be right back.